ふーん。おやすみなさいの時間でございます。札幌駅の地下のパセオです。とね、入りたいとこね、隣にあるんでね。これはチャーハンのね。850円です、これで。お金取ってもらうじゃないですか。お得ですよね、これね。うん、ハーフで850円ね。今日はもうね、一杯ちょっと食べるのね、アイスクリーム食べたいので、私実はお酒、強いこと言いますが、まあ、お酒強くないんでね、飲みますけどね、まあ、人にね、お酒飲むなって言われたし、余計に飲みます、そういうたちですからね。まあ言えばね、神戸にいなかったらね、争う必要もないでしょう。一人以外ね、口きたくありませんからね、そんな関係ない人からね、余計なって言われるとね、頭にきますから。ここで、猫さん、お元気でしょうか。雨降ってますけどね。こちら、寒いぐらいです。まず食事いたします。ちょっとね、胃が重たいんでね、今日はハーフに、ね。いたしました。明日からね、収入になります。動画楽しみにしてくださいね。まだね、北海道です。今の鈴木のホテル安いのでね、他高いところも確かにありますけどね、旅の行程の中でもね、安いのでね、なんて言ったらいいでしょうか、フェリーが休校になった分ね、後延ばして滞在しております。で、動画ね、明日から札幌一旦ね、離れます。札幌に再度戻っていきますがね、明日からね、収入にね、出かけます。前回ね、行ってないところもね、明日も、明日以降もね、いろんな冒険がありますけどね、お楽しみもらってくださいね。じゃあ、まだちょっと手がね、ちょっとね、通報させていきたいんで、ではね、召し上がります。失礼いたします。以上ね、札幌駅の、まだね、もう一箇所ね、食後のね、食べたいから、とりあえず食べてみないと分かんないんで、では召し上がります。電車の音がね、地下です。